はい、キバさんです、今回はベヨネッタやってみたいと思いますと、久しぶりのベヨネッタです、ついこの間まではね、ニーアオトマタを、一通り、クリアいたしまして、まあ、今までやってきたゲームの中では、まあ、おそらく、1、2を争うぐらい、お涙してしまったゲームではないかなと思っております、かなり切なさの方でね、目いっぱいになっちゃいましたけども、もしよろしければ、ニアオトマタの方も結構長丁場なんですけどね、よろしくお願いいたします。はい、てな感じでベヨネッタやってみたいと思います。まあ、今回ねエピローグ鎮魂かとなっております。ぶっちゃけますとね、一度プレイしております。一度じゃないな、二度プレイしております。一度プレイしましてですね、あんまりにも攻略法がもうわからなくて、まあ、ウィキも見てなかったんで、もうあまりにも攻略法がわからなくて、その場でいろいろとね、試し戦ってはいたんですけども、もうあんまりにも意味がわからなくて、これどうすりゃいいんだよということで、一応調べて戦って、一度エンディングは行っちゃいました。はい。もうすでに行っちゃっております。でもそのエンディング行くまでが、もうあんまりにもグダグダすぎたんで、ちょっともうやり直そうと。はい。ということで今回です。はい、ってな感じでとりあえずもうスタートいっちゃいましょう。ポチッと。まあね、このベヨネッタのお父さんと言われているこのお父さんがちょっと暴走気味になっちゃってと、そのベヨネッタさらわれちゃったっていうか、まあそのちょっと目ん玉の中に放り込まれてる。地方闇の左目は決して誰にも渡すものか。アンブラの魔女の誇りにかけて。はい、もう相変わらずの、なんていうか、このイルノカモードになっちゃってる。これね、このモード、私あんまりもういるのかなと常日頃思っちゃってる。これもね、前に敵がいるのは分かんだけども、目測でなかなかそんなのこのスピードで普通避けれんのみたいな。なんとなくガチャガチャプレイになりがちなのがね、なんかあんまりどうなんだろうと思っちゃうんですね。はい、ここは分かっておりますから。あ、分かってない。あれ、分かってるつもりだったのに。あんなのね、初見殺し。いつも言ってるけど初見殺しだから。モードいらないと思う、僕は。なくてもいいんじゃないのと思っちゃうの。思っちゃうのじゃないか。もうね、
避け、まあ、それは慣れてきたらもっとね、ちゃんとこうもっと敵が見えるようになったらこう避けれるんでしょうけどね。よいしょとこう避けるんですけど、でここでジャンプジャンプっとジャンプっとジャンプっと、こんなのね初見ではわかんない、わかんないよ。こみんなもみんなってことはあれだけども思うでしょ、こうそうなんですよ、わかんない。初見でこうどうしたらいいのかわかんなくて殺されちゃうパターンはどうなの、これ。そんなのがこれね、エピローグには多すぎる。あれ何に当たったの今っていう、こう、こういう感じ。あとなんか、あ、これほら、これダブルスペースなんて、こうあのね、突然言われてもすぐこうペッと押せれないでしょ、これ。で、これ、あ、ジャンプ。で、ここから、ここ何度死んだことかも分かってるから、こう、ね。こう、あの、ヒョウみたいなやつに変身して、あ、おい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 。あんなのね、ぶっちゃけ分かんない。まあ、これはなんとなく分かる。まあ、ダッシュして進めばいいなっていうのが分かるんでね。クワジャンヌよ、お前は素晴らしいものを届けてくれた。正真正銘唯一無二の闇の左目をな。ただ傍観するだけでは寂しかろう。新たなる宇宙誕生の瞬間を共に味わうがいい。この私が指をくわえて見ているとでも思うのか。アンブラの誇りにかけて返してもらうぞ我が友をな。ここまではね、結構予想つくんだけどね。もうそのさっきまでのあのミサイルみたいなの、ロケットみたいなのに乗ってるところがもうとにかく死にまくりましたね、前回ね。ついに主神ジベレウスが権限にされる。三位一体世界は再び真の主を迎え、原始の姿に生まれ変わるのだ。セレッサ、目を覚ませ。その正気か。光と闇二つの目なくしては力の均衡が失われ、全宇宙が跡形もなく消滅するぞ。消滅するのは貴様の王だ。さあ起きろセレッサ。セレッサ、セレッサ、どうした、目を開けろ。ジャンヌ、セレッサ、お前はもう500年前のお前とは違う。今なら運命に立ち向かえるはずだ。立て、戦うんだ。全てを争いの渦に巻き込んで
三位一体世界に混乱の嵐を巻き起こすだろう。はい、ボス登場。大ボスですね。ジュベルウスってやつですね。倒したいと思います。まあね、打ち上げますと一度もうすでに倒したので、まあここは一つサクサクっとやってみたいと思います。いや多分サクサクはいかないんだと思うけど。景品のぬいぐるみをかけてね。どうだったかな。あ。いきなり。手を切る、手を切る。パンサー、パンサーシュート。パンサーシュート。ドン。避けて避けての3発目を避けて手を攻撃。パス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 。次だ。ああ。火の火の火。苦しい苦しいで。ああもう。はい。次どっちだ。無事件。熱い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 。ダッシュで。はい。キルキルキル。はい。次。あ、今ジャンプ出たの。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。熱い。はい。ここで、バス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 。次どっちだ。ジャンプ。熱い熱い。ジャンプで出てたじゃん、今。どっちだ。あ、あった。熱いって。はい、来ました。これ炎のところはね、溶岩、溶岩のところはね、もう溶岩入っちゃうとダメになっちゃうんだよね。あ、まだか。あ、今ジャンプ出てたな。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。あ、こ、顔を狙おう。はい。倒れてるんで、ここも顔だ。思いっきり刀がこう、なんつうか、顔の肉にこう、切り刻んでますけど。待ってて。ああ、氷の世界。氷の世界はまだこうね、ダメ。そんなことは、ああ、もうこれが、これがダメなんだ、これが。はい、もう来て来て来て。来て来て来て。はい、あ、どういった。あ、ジャンプ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 、来て来て。はい、うん。え、次に変わってる。あれ、銃しか選べれない？あれ？刀が選べるようになってる。なんで？これいけるかな？あー、もうここちゃうのやめて。いけるかな？いけたかな？ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、顔のところで殴れ、殴れ、殴れ、ね、で、倒れてるところで殴っちゃう、殴っちゃう、うんうん、あ、空中か。ジャンプ、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 あ、こいけね。あ、いた。ギリしないで。で、ジャンプ、はい、キック、ジャンプ。で、ジャンプ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 とかいけね。これ、あ、こう、飛び移るね。
こいつ、吸湯式的なんでの、はい、なんか、なんかしようか。ジャンプ、ジャンプ、しにくい、解除しよう。あ、これジャンプできない。ジャンプしてくれ。あ、スペース出てんじゃん。あら、もうちょっと。ジャンプ、いけ。はい、ここだ。で、次、次のジャンプ先、ジャンプ先どこだ。ジャンプ先、あった。あれか、あれ、いけねえ。ほら、どうしたらいいか、あれ。ジャンプさせてくれよ。ジャンプ、あ、来た。はい。はい、ここだ。次、ジャンプ。あら、ジャンプ消えた。ジャンプ。で、こう、ジャンプ、ここから次のジャンプ。はい、ジャンプ。あ、あっち、あ、ここ行かせてくれ。いけねえ。ジャンプ。ジャンプ。あ、ここで来た。で、次、ジャンプ。ジャンプ、ジャンプ、で、ジャンプの、ジャンプ、はい、ここだ。はい。こんな繰り返しなんですけどね。ジャンプして、おいおい、どこ、次、どこ、次、次のジャンプどこだ。ない、消えてる。次、次、あ、いた。あ、ここだろう。どあ、繰り返してくれ。いけねえ。もう、こいつ、この、はい、ジャンプ。ジャンプ、はい、来たー。はい。こう思うようにジャンプできないのはどういうこと？距離が空いてるかな？岩までの距離があるからかな？あ、やべ。ジャンプ。ジャンプ。ジャンプ。はい、ジャンプ。ジャンプ。あ、こういうジャンプですか？え、ジャンプ。あ、で、こう顔の近くまで行け。あ、これで当たるのかな？はい。あら。今のはこう、落下しちゃうと、あのパターンになっちゃうんだけどね。よいしょ、あかん。あかん。今余計、ああ。どこでしょ？ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。どこジャンプするんだ？あそこ来てんだけど。はい、ジャンプ。ここで来ちゃ、来ちゃ、来ちゃ、来ちゃ。倒れてるところをさらに切っちゃう、切っちゃう、切っちゃう、切っちゃう。痛そう。痛そう。痛そう。次なんだ。あ、これがわかんねえんだ。どうしてもこれ吸い込まれちゃうんだよね。あれがちょっとわかんねえんだね。光あるところ影ある。なんかこれまた頭からか。いで、抜けてのよし、行け。次なんだ。これがね、わかんないんだ。ずっと攻撃しておかないと、もしかしたら吸い込まれるのかもしれないね。前回クリアした時には絶え間なく攻撃してたんかもしれません。かもしれません。バカだけど。あいつに吸い込まれるとね、ちびおちびちゃんに変わっちゃうんでね。ないと攻撃できないというね。うん、そんななんだ。あとパンチか。次なんだ。今のいい感じだった。お、今のいい感じだった。あ、またこれだ。あ、あ、おちびちゃんになっちゃった。粘って殴っちゃう。殴られるけど、ここはダメ食らわないっぽいんだよね。
て、ここを避けてのキル。あ、今回まあまあいい感じだな。多分だけど。あー、これがわかんないんだ。これ助けて。あー、速攻もしかしたら、こう、なんていうの、突き刺さってるあの、羽みたいなのを攻撃しに行かないとダメなのかもしれないな。あそこちょっと、遅くなっちゃうと、こう、吸い込まれちゃう感じがするな。パンチと、こう、受けてのここはこうね。ガリガリとガリガリと。で突き刺してくるはず多分。あら、食らっちゃった。うちびちゃんになっちゃった。まあでもこのパンチは基本当たんないみたいな。あ、当たるわ。当たってた。そのパンチを受けて切る。で、この後だ。この後、あ、まだ手が来るか。手。また、こんなんなんだ。ここ、本当はここでもうちょっと早めにダメを食らわないと、与えないとダメなか、こらえろ、こらえろ、お、こらえた。初だ。あれ、こらえたの初だ。こう、真っ先に攻撃しないとダメなのかもしれない。これ空中で、あー、避けれなかった。ブチビちゃん。うちびちゃん走れ、うちびちゃん走れ。で、この、あそこに回しは避けろ。はい、お、今順調にいってんのかな。お、避けた。ダッシュで避けれんのか。ダッシュというか、あの、重火したらいけんのか。なんとかシュートやらしてくれ。よけろ。あー、ダメだ。すぐ止めた。これの繰り返しだな。コンティニューが重なるね。ここがね、難しい。これ続けてどんどんこうダメを与えておかないとダメっぽいんだ。じゃないと、こう食らっちゃうんだろうな。あ、だった。おちびちゃん、おちびちゃん、おちびちゃん。手にダメージ与える。もっと与えろ、もっと与えろ。わあ、ここでぐだっちゃうとやばいんだ。あー、やばい。まだ吸い込まれちゃうパターンになっちゃう。これ吸い込まれるパターンになっちゃうともうダメ。ここはね、ちょっともうちょっとタイミングよくこう攻撃当てないとダメなんだよね。周りのこう羽みたいなやつにね。光あるところ影ある。ここがぐだっちゃうな。苦しみだ。多分大丈夫。パンチ
パンチ、あ、いた。パンチを受けての、あー、これやばい、これちょっとぐだっちゃったな。これがダメだ。こんなのね、初見でクリア無理。初見じゃなくてもクリアしづらいのに。あ、もうジャンプが間に合わなかった。これ端っこの方になるべく行ってた方がいいのかな。端っこの方行けんのかな。あ、パンチパターンだった。やめてやめてやめて。あ、このこいつで外側に走っておけば間に合うのかな。吸い込まれないのかな。やべ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 。あ、待て、ダメだ。やばいやばいぞ、これやばいパターンだ。あ、パンチパンチパンチは避けれる。パンチ避けれる。で、3回目のパンチを避けてのこう、はい、こう、やべ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 。あ、今今、ああ、もうね、一回クリアしててもやすやすとクリアさせてくんねえな。光あるところ影ある。そう考えると一回目は結構抽象化した。あ、今、今は行けるだ。なんだ、なんだ、何のパターンだ。あ、それ、セレストパターンもかわした。おお、いけたいけた。あらかじめ外周にいたらなんかいけそうだ。助けて助けて。いかい。いや、なんだ。やべ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 。おいおいおい、生きてあげた。真ん中あたりにいたらダメなのかな。やべ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 。外行っとこう、外行っとこう。空中でセレスをかわす。パンチ避ける。で、ここをもう一度避けての、ああ、今のところちょっといい感じになってる。やべ、
あ、変身しろ変身しろ、あ、変身しろ、あ、耐えた耐えた耐えたわ。パンチか、パンチ避ける、避けろパンチ、避けた、おお、いってる、順調にいってる、今は順調にいってる。次なんだ、あー、減ってた、あー、おじびちゃんになっちゃった。ダメ、ダメ当たる、ダメ当たる、ダメ当たる。おお、当たった当たった。クライマックス、やっと来たわもう。でもいや、これで終わりじゃないんだけどね。はい、ここからダッシュで登っていきます。避ける、避ける、避ける、クライマックス、クライマックス、あ、ギュッと、はい、顔に、顔に攻撃、顔に攻撃、もうガツンガツン、ガツンガツン、あとも倒れてる、このここにもクライマックス。すげえ踊ってる、すげえ踊っての、はい、このポーズ。Eボタン連打だった、ビッグバンボーナス、ガーンと、はい、吹っ飛んでいきました。でこれもね、初見殺しだった、ね、はい、これあの敵がね落ちてってる感じ、吹っ飛んでる感じなんだけど、これ水金近目土天冥界、解明冥界だったかな、惑星にねどんどんこう遠くからこうね飛んでってる感じなんだけど、この惑星に当たると、はい、ゲームオーバーになっちゃうんで、こう避けながら太陽を目指す。こんなのね、こんなのね、まあ、あ、当たったらやべえのかなは思うけども、普通わかんないよね。これ地球かな、これ地球、はい、これ地球、地球、あ、やべやべやべ、これ水星かな、で太陽、で太陽にこうドワンとこいつは打ち当てる、打ち当てる、はい、燃えてます。なんかこの太陽とか、ね、なんかこういうこの言語でやられるんで、タミネーター2を思い出します。おお、エンディングです。はい。もうやっとですよね。いや、前回一応クリアしたにはしたんですけども、一回クリアはしてるんですけども、やっぱり吸い込まれるところがね、その時にまあ偶然攻撃当ててたせいもあるのかもしれないですけども、吸い込まれることがなかったんですけども、今回ちょっとぐだっちゃったもんで、何度かね、吸い込まれまくりましたが、いやまあでも、次回本当はやり直したらもっとサクサクと行くんだろうな。おお、ふざけた瓦礫だ。このまま地球へ落下して世界を滅ぼそうと悪あがきを。ダン。あ、ね、
うちょっと操作あったっけ。しっかりしろ。ここで観測者のお前が死んだら世界が消えてなくなるぞ。この瓦礫を片付けてお前を家に帰す。我が命に変えてもね。私もあんたも家へ帰る。ジャンヌ、それなら話に乗るわよ。その目だ、私が見たかった。これね、壊していかないとダメ。光ってるところにダメを与えたい。いいんだろうな。刀有能だな。いや、ほんと銃の方がいいのか。どっちがいいの。お、どん、あ、なんだ、まだなんかあんのか。あ、一応クリアだ。笑わせるぜ。これくらいのことでお前が死ぬはずがねえ。また俺を驚かすつもりなんだ。そうだろ、ベヨネッタ。まったく気の毒によ。眠れる美女はあえなく棺桶に逆戻りか。おいしい金づるがこれでまた一人天に召されちまったぜ。結局追加報酬もパーだ。へっ、毎度ついてるぜ。エンツ、一つ教えてやろうか。魔女ってのはみんな悪魔とある契約をしていてな。死んだらその魂は地獄に引きずり込まれて想像を絶する苦痛を味わい続けるのさ、永遠にな。それがどうしたったんだ。だからこうしてわざわざ葬式に出てちゃんと冥福を祈ってやってるんじゃねえか。お祈りが無駄だって言うなら俺はとっとと帰るぜ。こんなところ行ったら風邪ひいちまう。みんな悪いやがねえの。そのお祈りに効き目があるといいんだがな。何せお前はあいつをネタに随分荒稼ぎしてたんだ。貸しを返せって地獄から這い出てくるかもしれないぜ。よっせよ、まったく演技でもねえ。お、お前を追いかけるのもこれが最後になっちまったな。ローズマリーだ。魔除けの花って言ってたろ。効き目があるといいがな。だが、我らが司法を狙う残党どもめ。
ちょっと待って。お前は。こんな馬鹿げた格好。言っておく、コスプレはこれが最後だ。聞いたか、出番だぜ。何をしている。まさか本当に眠っているのではないだろうな。おい、何言ってるんだ。お前ら冗談はやめてくれよ。もしかしてまさかあいつが。マジで生き返りやがった。 Good morning。 まったく私を餌にしておびき出そうなんて。狭いし暗いし息苦しいし、次はあんたが入ってよ。無駄口は後にしろ。さっさと片付けるぞ。純血の証。ローズマリーの香り。その花言葉は記憶、思い出って言ってたわね。今なら私に似合うかしら。レッツダンスボーイズ。これ操作しております。これエンディングの中でね、こうゲームプレイさせるというのはなんかすごい珍しいですよね。あ、評価いまいちでした。これうまく立ち回るとこうキスマークが確かにつくんですよね。だからでした。これでエンディングはまたさらに変わることはないとは思いますけども、
これ全部倒しきったらもしかしたらキスマークが、あ、出ましたね。エンディングにこうステージがあるというのはこうなんていうんですか、こうなんとなくこうプラチナゲームだなぁと、こう意外性がこうあって、ね、いいんじゃないかなと思います。まあ、これね今更ねまたニーアオトマタの話するのはあれなんですけども、ニーアオトマタはそれの連続でしたね、エンディングはね。あ、ここは評価されないんだ。評価されませんでした。エンディングがねあっさり終わらないところがいいですね。まあベースとなるのはあの Wii U 版、 Wii U 版用のベヨネッタ、まあ、ベヨネッタ移植なんですけどもね、本当は、まあ、ベヨネッタの2リリースと同時にこうあの同梱されてたのがこうベヨネッタの1と、その中はまあ一応ねあの同梱と言いながらあの日本語版に収録された状態でリリースされましたと、まあ、それの Steam 版 PC 版なんですけどね、まあ、日本語がちゃんと入ってすげえありがたい。しかもそのリリースのプライスがもう2000円ぐらいと、もう太っ腹だなと思っております。まあ、その後にねあのプラチナゲームズのバンキッシュもリリースされまして、まあ、確か値段がそれも同じぐらい2000円だったかな。そのベヨネッタをすでに購入の方には割引がついていると。という、こう、なんという、こうね、ありがたい仕様で発売されまして。確か、あの、まあ、持ってたんでね、ベヨネッタを。1500、600円ぐらいで、バンキッシュも買えたんですけどね。まだそれも途中なんですけども。まあ、なかなか、あの、リリースの仕方としては、すごくユーザー思いのリリースの仕方ではないかなと思っております。まあ、一応ね、かなりあの、7、8年ぐらい前の、まあ、ベヨネッタ自体も古いゲームなんでね。やっぱり、そのままの定価5、6000円で販売されたらおいおいとはなっちゃうところでしょうけども、まあ、Wii U 版の移植的なところがあったんで、かなりこのお安くリリースされたのが、ありがたかったっていうね、ユーザーにはありがたい話ではありました。まあ、この勢いでね、ベヨネッタ2もぜひとも移植していただきたいもんなんですけども、まあ、やはりその、任天堂さんとの多少のね、関係もあるでしょうから、噂によるとねベヨネッタ2はねあの他のプレス4とか、Xbox でリリースするこう話がこうなかなか乗っかってくれないらしくて、やむを得ず Wii U 版にリリースされたとという話を以前どっかで読みました。まあ本当のかどうかわかんないですけどもね。はい、鎮魂歌の、デザルト版ですね。アイテム使いまくりのダメージ受けまくりですから、まあ言うことはストーンとストーンアバートと、まあ基本ね初見プレイだったんで、まあ、今回ぐらいはストーンじゃなくてもいいかなと思いましたけど、やっぱりあのコンティニューしまくったんでストーンでしたね。はい、 OK。 はい、今までの、クリアの、アワードがずらっと出てます。もう後半のストーンばっかりですね。はい、まあてな感じで、これはもう OK でいっちゃいましょう。エンター OK。 あれエンター OK 聞かない、エンター OK 聞かない、聞かない、ああ次でいいか、次でコングラチュレーションと、今まで出てきたキャラクターがこうよくスライドでずらっと表示されると。
もうちょっとスクロール早くてもいいな。まあいいや。まあとりあえずベヨネッタ2もね、まあおそらくリリースされるんじゃないかなと思うんですよね。まあやはりね、その先ほども言いましたけども、その任天堂さんがね、他の、プレス4 Xbox 版の方でリリースがこうできなさそうだったということで、任天堂さんがでしたらまあうちでという感じでこういう声がかかってリリースすることになったという話をなんかちらっとなんかでどっかで読みました。という関係上、やはりそのプレステ2版がね、このスチーム版でリリースされるかと言われるとどうなんでしょう。その辺のしがらみ的なものもあるのかどうかわかんないですけども、やはりこうベヨネッタの1をねプレイしたユーザーからすれば、ぜひともプレステじゃないベヨネッタ2も合わせてプレイしたいんじゃないかなと、そういうユーザーも多いんじゃないかなと思っております。まあね、ベヨネッタ2のね、ベヨネーさんはショートカットになって、まあ、この、ロンゲバージョンも全然いいんですけども、さらに磨きをかかったルックスで、登場されていますからね、まあ、YouTube の方でオープニングはもう一度ちらっと見させていただいたんですけども、なかなかこのロンゲバージョンにはない、美しさがありました。ぜひともプレスじゃないスチーム版でプレイしてみたいもんです。はい、もう本当期待してるんで、これはどこにお願いしたいんだろう。セガさん、Wii U の任天堂さん、まあ、言ったところで、まあ、伝わんないと思うんですけども、やはりやってみたいです、ベヨネッタ2。まあ、そのベヨネッタ2をやりたいがために Wii U 買うかって言われたら、さすがにね、このタイミングで買う人はまずいないでしょうと。まあ、時代はスイッチですからね。スイッチの、なんかこう、ダウンロードサービスで、もしも、ベヨネッタ2があるんであれば、ちょっとスイッチ買っちゃおうかなと、やっぱ思わないか。思わないな。スイッチは別にね、やりたいゲームがあるわけじゃないんでね、ジャイロ的なコントローラーがいいのか悪いのかもよくわかんないですけども、まあ、いざプレイしたら、いいのかもしれないですけども、まあ、あんまりね、基本私大好きなのが FPS 系のこう打ち物シューティングが私好きなもので、まあね、なかなか、はい。なかなかね、買うかどうか言われるとスイッチは微妙なところではありますけども、はい、やっと出ましたね。こうエンディングの中にね、この最後、ベヨネーさんが、召喚した、髪の毛、なんていうの？髪の毛から召喚された悪魔になるのかな。それがその天使の大ボスをこう位牌というの、家かを持ってる絵にが登場します。まあ、ここ表示させるのに時間かかって仕方がない。はい、コングラチュレーションということになっております。これ端っこまで行ったらどうなんだろう。繰り返しかな、繰り返しっぽいな。こう右側の敵は結構、序盤の敵が出てくるようになりましたね。はい。ってな感じで、とりあえずその、大ボスの、表示されたところで、エンター行ってみます。エンター OK! エンター終了、エンター終了、エンター終了。ハンドガンを手に入れた。セーブしますか？はい、しときましょう。どこにせよ、まあ、ここでいいか。一番上のところにしておきます。イエス。あ、ハードモードが出たんだ。そうだ。一度クリアしてるんでね、本当はここでハードモードが追加されたとか、なんとかかんとかが追加されたってずら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 出てきましたね、そういえば。もう今回ね、エンディング二度目なんで、そういうのがちょっと端折っちゃってますけども。はい。ってな感じですかね。こうキャンセルしたらどうなんだ。あー、出ましたね。これね、1回目のエンディングの時に、これ出てきたんで、あ、もしかしたら1回目だけかなと思ったんですけども、ちゃんと流れます。これ多分ね、Wii U 版に、あったの？なかったの？以前 YouTube で見た Wii U 版のエンディングにはこれなかったんですけどね。もしかしたら Steam 版の、特典映像かもしれません。まあ、これが、終わり次第、今回の動画終了ということにしておきましょう。というか、ベヨネッタが終了になっちゃいますね。いやー、それなりにやっぱり楽しかった。
ったかね、こうニアオートマタをやってるとね、そのビヨンデッタ の進化版がこうニアにこう多少ね引き継がれてるかなというところがやっぱあります。というかまあプラチナゲームの、こういうサードパーソン系のサードパーソンなのかな、3人称視点のアクションゲームというのはやっぱり似てるところは多少やっぱあるんですけどもね、やっぱりその昔発売されたデビルメイクライ、その元たるはバイオになっちゃうんですけどもね、そのデビルメイクライの、登場によりこういうね、あの3人称視点のアクションゲームというのがプラチナゲームなのでこういろいろと進化され続けてるのかなと私、まあ、プレイしておって、またこれプレイしておってって、プレイしながらそういうふうに、感じております。やはりね、ニーヤのその続編ですかね、おそらくあの大ヒット、今回ニーヤしましたからね、その続編にもさらなる進化を遂げて、まあ、またリリースしてほしいなとは思うんですけどね。まあ、ニーヤの、続編というよりも、その、なんか、あのあニーヤの続編なのかな、まあ、その Xbox プレス4版で実現されたニーヤレプリカントとニーヤ、なんとかかんとか忘れましたね、そういうの続編がニーヤオートマタですからね、もしかしたらニーヤなんとかかんとかなんとかかんとかで何かしらどこかでプレス5あたりでリリースされるんですかね、わかんないですけど、せっかく今回ヒットしてますからね、やっぱりなんていうか、ベヨネッタにしてもオートマタにしてもやっぱその動かすキャラクターがすごく魅力的ですよね。このベヨネッタの最初はね、このメガネをかけさせないで、あの開発の何ですか、セガさん負けましたね、そうちょっと揉めたって話は聞きましたね、でもそのディレクターの神谷さんがもういやメガネがなくしてどうすんだよと、あのゴリゴリに押しまくったという話をインタビューしました。あとそのベヨネッタのジャケット写真あるじゃないですか、まあ、そのスキーム版だともジャケット写真とかで見られないそういうのないんだけど、アマゾンかなんかのリンクをたどってそのね、あの商品ちらっと見たらお分かりだと思うんですけども、背中なんですよね、あのこの今もちらっと写ってますけども、この割れた背中のそのジャケットになってる、顔が見えないんですよ、これもこだわりがあってもそうじゃなきゃ意味がないと、そのままもうこれよしリリースされたら、そのおかげでもゲームネットもそこそこねヒットしたはずなんですよね当時ね。はい、てな感じかな。ビヨネさん動画も終わったんで、はい、タイトルが戻りました。やっとこさ終了です。はい、長かったな一度クリアしてる割には長かったな。はい、まあということなんでね、今回2でベヨネッタは終了になります。はい、また次回、なんか違うゲームだね、まあ、バンキッシュもやらないといけないですね。あー、なんだこれ、普通にオープニングのループになりました。まあまだ、バンキッシュもやっていきたいなと思ってます。はい、じゃあこの2で終了、また、違うゲームでお会いします。あの違うゲームですけどね、今やってるのはね、ニーヤオートマタの、何というの、また1からやってるんですよね。まあ、なぜ1からやってるかっていうのは、ニーヤオートマタの動画をご覧ください。エンディングで、ああ、なるほどな、ってお分かりになるかと思います。ベヨネッタ、今セレストか。セレストなのかな。まあいいや。初めて聞いたな。まあいいや。まあ、とりあえず、そんな感じで、今、ニーヤの、やり直しをやっております。はい。まあ、ニーヤはやっぱ面白いな。はい。神ゲーだ、あれは。はい。てな感じで、今回これにて終了いたします。また違うゲームでお会いしましょう。では、さよなら。